木放送局鉄道動画コレクション、
さぎ放送局。動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんばんは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は、車掌さんダッシュ、夜の無人駅状態の宇多津駅での切符収殺特急編、ダッシュで回収する車掌さんと8両分を1人で回収する車掌さん、というわけで今回は宇多津駅で撮影した、車掌さんがねダッシュして切符をね収殺に行くというあの動画をねお届けしました。はい、以前あの動画にねしましたけれども、それがすごいもうあの人気でね、すごい再生数いってるんですけれども、またあの今回夜の宇多津駅に行ったので公開してみました。で、宇多津駅なんですけれども、あの JR 四国で8番目に乗車人員がね多いという駅なんですけれども、夜7時19時を過ぎると、無人駅状態になって、あの改札口がね閉まっちゃうというね、窓口とね、はい、っていう感じになっています。で、19時以降は、切符を車掌さんがね回収すると、もちろん IC カードの場合もねタッチするという感じで、冒頭のところでちょっと入れてますけれども、IC カードねタッチの機械もね、昼間の時間帯はカバーかぶせてあるんですけれども、夜の時間帯はカバー開けて使えるようになってます。はい、でそこでね、車掌さんがちゃんとタッチしてるかどうかも確認ができるようになっているという感じですね。うん、で、もちろんね、夜の、無人駅状態の宇多津駅でも特急も止まりますし、あと切り離しもねあるので、まあ、こんな感じになってると。で、今回は特急編ということで、特急石槌号2両編成 8600系ですね、こちらの列車の切符の収殺の様子と、あと8000系の特急潮風号、こちらあの、撮影日は、繁忙期で、全て丸々ね、潮風号ということで、普段5両編成なんですけれども、この日は8両で運転の潮風号の切符の収殺ね、様子をお届けしました。あと、まあ、到着と発車の様子ですね。はい、で、最初に出てきた2両編成の8600系の方はですね、本当にもう急いでね行かないといけないということで走ってね行かれてましたよね。はい、2両編成の場合、特急も普通もそうなんですけれども、どうしてもね停車位置の関係で、1両分ね走っていかないといけないっていう感じになるんですよね。はい、でその後、8000系の8両編成特急ですね、こちらちょうどいいところにちょうど運転台が、ね、あるので、そこから行けばすんなり行けるということで、この場合はダッシュしなくてもいいんですけれども、ただ、まあ、長いっていうのもあってね、まあ、全部回収するのにちょっと時間かかるっていう感じでしょうかね。うさぎ放送局。で、今回は特急編ということだったんですけれども、いろいろね、この後予告みたいな感じで普通列車、まあ、これ快速サンポートですけれども、こちらの様子と、あと特急南風号、
渦潮号ですね、こちらの列車のシーンですねをちょっと入れましたけれども、またね、いろいろ撮影したので、快速普通列車編になるかなとか、あとはこの特急南風渦潮号の、ね、切り離しの様子とか、ね、この列車ももちろん無人駅時間帯なんで切符の抽札も されてましたし、はい、という感じで別の動画で何本か、ね、作ろうかなと思っておりますので、今後ねお楽しみにということですね。はい、ではですね、今回の動画もしよかったなと思っていただけましたら高評価、あんまり良くないなと思われましたら低評価でも構いませんので評価よろしくお願いいたします。でコメントの方もね、ぜひぜひお寄せください。まあ、以前のね宇多津駅のこのね車掌さんダッシュの動画でもねコメントたくさんいただきありがとうございました。またねいろいろねコメント書いていただけると嬉しいです。今回の場合はね特急潮風号と石寿司号ですけれども、まあもちろん宇多津駅のことでもいいですし、また特急列車のこととかでもね構いませんね、この8600系と8000系とかね、まあ、いろいろコメントありましたらね、ぜひコメントお寄せください。それでは今回の動画ご視聴いただきありがとうございました。でまだねチャンネル登録お済みでない方いらっしゃいましたらぜひチャンネル登録していただいて、で他の動画もね見ていただけると嬉しいです。で先ほども言ったようにね過去にもね宇多津駅車掌さんダッシュのね動画も出しておりますし、でこれからねまた宇多津駅のこの様子ですね、また動画にしようかなと思っておりますので、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。